奈良マラソン2014、奈良走る奈良ですね、走る奈良、第5回記念大会、帰りのコースに今入ってきました。またこれフェンスの中入れないので、仕方がなくこれから迂回路に入ります。はい、これ迂回路にまた戻ります。実際のコースはね、さっきのコースの、あのフェンスの中を入っていきますけども、仕方がないので、思想に来られた方はまあここまで来ても戻ってくださいね。はい、でまたあの行きの時と同じダムのところを通って帰っていただいたら結構です。でこれまた行きと同じ全く逆方向で今車走らせてますけども、その先で右へ曲がりますよと。はい、ここで右に曲がりますと。はい、故障からの脱出方法ちょっとお話ちょっと飛びます。ちょっと先にね、ここだけちょっとコースの説明だけしておきますね。まあ行きと同じなんですけども、全く本当に、同じことになりますが、映像を見て、まあ、一回見たらね、もういいかもしれません。はい、白川ダム、はい、向こうの建物のところまで、ここずっとこのダムの横を、はい、ここからね、走っていけますから、走る人はここからずっと走っていってください。でも、こう車止めあるようにね、車が中入れないので、車は車用の迂回路にこれからまた行きます。はい、ここね、右側に駐車場があってね、ここ無料で止めれます。ここまで車で来て、ここに車置いといて、この一番難所と呼ばれる先ほどのね、白川大橋のところからずっと行く、あの天理市内へ行く、今走ってきたところ、ここだけをね、試走するっていう方法もありです。やっぱりね、実際のコースを走ってみたいですから、映像だけでなくね、走ってみようって思われる方は、まあ、分割して走っていかれたらいいと思います。分割する方法も奈良マラソン走ろうのブログに何通りか載せてます。去年とか一昨年とかね、いろいろこう参考になるようなものがたくさんありますので、そういうのもぜひ地図、簡易地図とか、作ってアップしてありますから、そういうのを見ながらぜひ分割思想の役立ちになれればと思います。この辺りね、本当地図も情報も何もなしできたら迷いますよ。ここで何回も人に道聞かれたことありますわ。ね、ということで白川ダムの、はい、これで反対側にやってきました。はい、駅もね、もうここ通ったところですから、見慣れた光景です。しかももう5年目ですから、ね、同じところです。はい、ダムを走ってきた人はこの前からずっとね来て、この車止めのあるところね、ここへ抜けてきますから、ここ車通れませんからバックしますね。本当にね、こうややこしいからね、奈良マラソン素人のブログで地図を確認してください。私が作ったオリジナルの地図がありますから、それをねプリントアウトして、実際に思想行かれるときはね、それ見ながら行かれるのもいいかと思います。まあ、最近だとね、スマートフォンでね、アプリもありますから、まあ、アプリというかね、スマートフォンでね、このブログとかね、この YouTube の映像そのまま見ながら行くっていう方法もありですからね。いや、便利な時代になりましたね。まあ、私はね、まだスマートフォン持ってないんですけど、まあ、今のところね、あまり生活に支障なく、スマートフォンがなくても仕事も生活もできてますので、そんなに必要としてませんけど、これね、何回も言いますけど迂回路です。今後そんなに頑張って思想しなくて結構ですからね。実際のコースはね、こんなに急なところはないです。この通れなかったフェンスの中ね、天理大学のグラウンドの横を通るんですけども、実
際にはこう小さなコブが2つあるっていうような感じです。緩やかに登って下って登って下ってって感じです。こんな急な坂はないですからね、まあ、そこだけはちょっと安心しておいてください。ということで、天理大学のグランド横の反対側の建設、北側のところまでこれで帰ってきました。はい、ということで、天理大学天神前北側に帰ってきました。はい、ここからまた続きの映像をご覧ください。